平行線と書く丸一。今回は対頂角について一緒に学んでいきましょう。さあこちらの図を見てください。2つの直線がこのように交わっています。そうするとさ、4つの角がこのようにできますよね。はい、2つの直線が交わってできる4つの角のうち、はい、こちらです。向かい合っている角、例えば A と C、 そして B と D、 この向かい合っている角を対頂角って言います。角 A と角 C、 角 B と角 D だね。で、対頂角にはこんな性質があるよ。はい、こちら。対頂角は等しいっていう性質があるんです。つまり、角 A と角 C、これ等しいよ。そして、角 B と角 D、はい、これも等しいよ。なぜなら対頂角だから。対頂角っていうのは等しいんだよっていうことね。ちょっと間違えやすいんだけど、この2つの直線が交わってできている時ですからね。ここをさ、忘れちゃう人たまにいるのね。例えばさ、そうだな。こんなのがあったとしようか。これさ、こことここ。対頂角だから等しいんじゃないの？向かい合ってるよなんていう人たまにいるんだけど、これ、直線じゃないもんね。2つの直線がこうやって交わってできているわけではないでしょ。だから、これは対頂角って呼ばないからね。はい。だから、2つの直線が交わってできるっていう時にね、これ対頂角が出てくるわけです。で、対頂角の性質はこちらね。対頂角は等しいってやつね。はい。じゃあこれを踏まえてこんな問題やっていきましょう。次の図で3つの直線が1点で交わっているとき、角 X 角 Y の大きさを求めようというこんな問題です。じゃあ1番からやっていきましょう。まず X から出していきましょう。さあ、X ですね。これと向かい合っている角が、はい、ここです。55度だ。ということは対頂角なので、X は55度。対頂角っていうのは等しいんだから、ここが55度なら X も55度だよね。はい、出来上がり。じゃあ続いて Y なんだけど、ここさ、みんな何度かわかる？これ。この半円。半円っていうのは180度だよね。この180度からさ、45度と55度引いてあげれば Y の値になるよね。だから、Y っていうのはさ、180から45と55を引いて80って出る。はい。ということで Y は80度だよと。まあ、こんな風に求めることができます。はい。じゃあ続いてこちら2番見ていきましょう。はい。ここを X って書いてある。で、ここが 2X。まあ、つまり X の2倍だってことだよね。そしてここが120度。さあ、120度の向かい側。つまり120度の向かい側って、ここだよね。だから、これ対頂角になるので、ここも120度になるよね。ここまでいいかな。そしたらさ、また、左でも使った。この半円。この半円って何度？180度だよね。だから、ここ、式で表すとさ、2x があって、120度があって、そして x がある。これ全部足すと半円ができる。だから180度になんなきゃおかしいよね。はい。方程式できたね。この方程式解いてあげればいいの。2x 足す x は 3x。で、この120度を向こうに持ってく。180-120 で60度になる。ってことは、x は、これ両辺3で割って、20度と。はい、こんな風に求めることができますよと。はい。ということで、今回は、対頂角について一緒に学んでいきました。